うでしょうか。バニラアイス、濃厚な牧場のミルクを使ったアイスとかどうでしょうかね。冷やしラーメンとサバ缶と白米、ハレルー、美味しそう。シャワーじゃない、これ汗なんですよ。アイスも買いました。暑かった。いっちゃんレインボースターありがとう。話し飼いされているオタクです。話し飼いされているオタクさん、こんばんは。おみかんさん、疲れ。しんいちさん、真珠ありがとう。こんばんは。みんなちゃんと帰ってこい。パセリのパセリ牧場のみんな帰ってこい。カズノシンさん、トロピカルジュースありがとう。今日40度、暑っ。40度なんですか。超暑いね。私はもう今日もこうご覧の通りもう汗だくちゃんで過ごしました。なんかここが赤くなってる、口の上が。明日はライブなのでもっと汗だくちゃんになります。頑張ります。楽しんできます。やっほー。今日は3回目の配信だ。なんか配信をさすると1日が終わるって感じだから、今日は3日分過ごした気ぶち、気ぶちじゃない、気持ち、気分と気持ちが混ざって気ぶちっていう初めて発する日本語を作ってしまった。やっほー、お疲れ様。こんばんは。よそ行ってみてやっぱりここがいいと認識する。本当か、本当かい。マスクしてないよ。マスクしてないけどなんか赤くなっちゃった。なんかメイクしない方が肌が荒れるの何なんだろうね。何なんでしょうかね。キブチ、わわわさん、お疲れ。ここありがとう。今日はメール5通かな。え、何通だ。もうメール何通か数えてないから分かんない。何通か送りました。なんかさ、メールを届かなかった分のメールを届けてくれてるじゃないですか今日。でも日曜日に送ったメールみんな届いてないと思います。私が送った瀬戸りのメールとか届いてないでしょみんな。日曜日の朝の2通しか来てないよって言ってたじゃんみんな。でも昨日の届いてない分は届いてると思うんですけど、日曜日の分は多分ねみんな振り返されてない気がするんだけど、どうかな。しんいちさん、回復薬ありがとう。今日6通。そうでしょ、瀬戸利とか来てないでしょ。福岡公演ありがとう、来てないよね。そうだから日曜日のやつみんなされてますか。振り返りみたいインフォみたいなメール、今日インフォからメールが来たと思うんですけど、ね、なんでだよね。そう、私が明太子のさお弁当を送ったとこまでしか多分届いてないんだよね。だからパセリは福岡で明太子を食べた人になってる。ライブをしたっていうお知らせがみんなに届いてない。大好きメールは送ってない。みんな大好きだよは送ってないからね、一生届かないけど、まあ、来るかもしれないインフォから星もらいます。どうぞどうぞどうぞ、差し上げます。あれ福岡で土曜日だったっけ。あれ、あ、福岡土曜日か。え、じゃあ土曜日のは来てるのか。瀬戸利日曜日は、私日曜日何した、あ、クレにいた時か。それは来てますか。来てるの、うん、あ、来てる。じゃあもう全部来てるか。安心安心、よかった。牛をもらいます。どうぞ。どこに投げようとしてるんですか。どうぞもらってくださいませ。
コデコ、暑い暑い、スーパー行くだけでこんなに汗だくになって暑すぎます。小林さんハートありがとう。今日はこの時間はもうそんなに長くするつもりはなく、今日も朝昼と配信してるので、配信してますので、もう今日は星集めに来る方が星を集めたら終わろうと思っています。星をもらって寄付する簡単なお仕事、頑張って頑張って、腱鞘炎に気をつけて。タイトルに番号、番号はつけたくないんですよ。なんかメール感がなくなる気がして、なんか仕事で送ってる感が出ちゃう気がしてね、つけたくないんですよ。テロップが神様目線でくさ、確かになんか本当だね、私が支配してるわ世界を。こんばんは、そうこだわりがある、うん、メールのサーバーが無事に届けてくれれば私は何も大丈夫、みんなが無事届いていればって感じです。そうメールはね、そうなのよ、なんかさメールでもね、お知らせとかはしちゃうけどね、お話し会ですとか SNS でこういうの出てますよとかグッズ出てますとか送っちゃうけど、私は日常メール送ってるからね。しんいちさん真珠ありがとう。あちー、パセリなくすと持ってくね、待ってます、持ってきてね。土曜日の昼と福岡のタイトルやっぱり来てない、来てないんかーい、来てる人と来てない人がおるんかな。なんで田植えの時増えなくてなかったの、なんかならなかったんですよね、私の肺活量の問題かわかんないけどならなかったんだ。あちゃあちゃあちゃ、扇風機働いてもうちょっと、見るの遅れると何、星、星じゃん、ユーマメールの返信された。パセリグッズの発送メールが来ました。おお、パセリグッズが届くのか、ほら星もらってきます、星もらってきます、星をもらっていくのではなくどこからもらってきてくれるの、ありがとう、どっかからもらってきてくれるらしい、いってらっしゃい。星持っていきます、どうぞ、星いただいていきます、どうぞあげちゃいます、いくらでもどうぞ。こんばんは、あ、パセリウチは持ってくるの忘れたので明日はペンライト振ります、わかりました、ペンライトいっぱい振ってください、星もらいに来ました、どうぞ、あげちゃう星は。火曜日のルビーさん真珠ありがとう、どうぞみんないらっしゃいいらっしゃい、星あげちゃいます皆さん、イベント中のメンバーにどんどん投げちゃってください。多分もうサコちゃんとか寝た時間だと思うんですけど、もうね配信時間が過ぎてしまった、9時までとかだよね、さこあれ10時まで、若い研究生たちはもう配信できてない時間だと思うんですけど、皆さんいらっしゃいいらっしゃい、よしどうぞ。いっちゃん真珠ありがとう、あでもさこ9時半までしてたわ、じゃあ10時までなのか、えっ、そんなもう
お姉さんなの？8時までかと思ってたよ私。あれ？いつの間にか成長しているの。こんばんは。それなありこちゃんすごすぎる。ねむねむにゃんこ、私もねむねむにゃんこ。もう首は回復しました。完全ではないけど 80% は回復した。もうバッチリ。え、そこ10時までか。そうなのか。 JK、 未だに最年少っていうさ、同期の中で最年少ってイメージだから8時までかと思っていました。ああ、子供の成長は早いわ。やけどもいい感じに治ってきてます。おでこもいい感じに治ってきてます。タンコブ、私あちこち負傷しすぎじゃない？ねえ。お、声ラジ聞いてくれた？ありがとう。ラジルラジルで聞いてくれたのね。そう、 A メロ選手権難しい。私もみんなに出そうかな、 A メロ選手権。今度やる？今日やる？じゃあ今日はちょっとだけ、あ、パセリの iPad 3% しかないんだった。 2% になってます。やばい。今日充電したっていうのに。パセリの A メロ選手権、充電が切れるまでは行える。何の曲にしよう。 ST 曲ね、分かった。みんな分かりそうだな。ジャイアントコーン食べました。私も食べた。赤と黄色食べた。 2% そう、 2% さっきまで 3% だったのに 2% になってる。やめて。何の曲がいいかな。 STU48 歌詞何にしましょうかね。ではいきます。 A メロ選手権第1問。いきなり手をつなぎ私を引っ張るように点滅し始めた。シグナル無視して。何をあなたが考えているかわからない。当たり前のように付き合わせるつもり。はい。あ、早い。手腕わかりやすい。だから全部わかりやすいよ、 ST の曲って。あ、これいけそう。では第2問。さっきの正解はシュワージャーネでした。花は誰のものの収録曲、花は誰のもののエクストラエディション収録曲です。花誰の普通のやつじゃなくてエクストラエディションに入っています。では第2問。あれから僕の時間はどれだけ過ぎ去ったのだろう。振り返ってみたとこでそこに何も残っていない。だけどそっと目を閉じれば今も浮かぶ青春よ。あんなに夢中で走ったあの頃。なんでみんなわかるんだ。パイナミさんバラありがとう。これは歌詞じゃないよ、今のお礼、ギフトのお礼ね。正解は後悔なんか、後悔なんかあるわけない。外れです。後悔なんかでした。後悔なんてではなく後悔なんかでした。みんな外れでした。残念。残念。
でもさ全部なんかライブで聴かない曲がないじゃん STU って。だいたいさユニットとかでやったりするからさ。難しい。違う48グループ探そうかな。 2% の充電頑張ってください。頑張ってください。後悔なんかあるわけないわね。全員選抜なんですよねあれ。だから1回しか披露したことない。アナさんのさラストコンサートの時にしか披露したことがない。じゃん。では行きます。ドゥドゥン。駅へ向かう人混みの中、信号待ちの交差点で、僕は君に気づいたけど、君は眼差しに気づかない。周りのみんながライバルに見えて、僕の性格じゃ前に出られない。さあ何の曲でしょう。こんばんは。48グループですねこれは。 STU ではない。お、正解。君の背中でした。 AKB48 さん、君の背中。発売日11月、間違った、2011年だって。風は吹いているのカップリング曲です。多分聞いたことある人いると思う。 A メロわかんなくて。君の背中はいつも届かない方の遠く。聞いたことあるんじゃないでしょうか。ないかもしれないけど。難しかったかな。ではドゥドゥン。世界の遠い場所から楽しげな声がする。子供たちがみんなで遊んでいる声だ。言葉も肌の色もここからわからないけど、大きな笑い声に心も晴れるです。でも難しいかも。ちなみに AKB さん、ねえ待って、続き歌えなさない。B メロ選手権コメント欄で始めちゃってるじゃん。大きな栗の木の下でブー。お、そう、アンダーガールズ心のプラカードの収録曲、誰かが投げたボールです。私この曲好きなんだよね。世界の遠い場所から楽しげな声がする。へえ、もうちょっとシングルとかにした方が分かりやすいか。シングル、そうですね。では、いきます。じゃじゃん。たった一つの空しかないよ。どんなに世界が広くたって、大事な人とはぐれた時、見上げるものを勇気づける。今日まで歩いてきた道、今は二つに分かれてる。涙はまた会う日の心
心の印。でもこれ私意地悪かもしれない、シングルだけどシングルすごーい。これはちょっと私意地悪だった、シングル曲で忘れてたけど、そう、チョコラブ from AKB48、 増田由香さん、宮沢沙耶さん、秋元沙耶香さんの3人の曲、明日は明日の君が生まれるでした。絶対わからんみんな難しいよね。じゃあみんなが知ってそうなやつ探すよ。何にしよう、何だったら知ってるのみんなは。なんだ、なんかさ、なんとかガールズとかさ多いね、めっちゃなんとかガールズ系多いです。スペシャルガールズセレクションなんちゃらとか、なんか多い、なんとか選抜とか、悩むな。じゃあ行きたいと思います。ドドン、花柄のカーテンを開ければ降り注ぐ夏の太陽、目の前に広がる真っ青な海、背中から抱きついた君さ、です。お、2011年8月24日発売、フライングゲット収録曲、グリコアイスの実、アイスの口づけでした。多分これは絶対に聞いたことがある気がする。これは AKB さんを当時知らなくても知ってる気がする。どうだろう、アイスの口づけ、わかんないかな。だってさ、シングル曲みんなわかりそうだもん。シングル曲むず、選ぶ方も難しいですね、これは。ググお腹はハングリー、目覚まし時計が鳴る前に、わあわあ、いい曲ばかりある。見入ってしまう、素敵な歌詞ばかりよ。皆さん、背中から抱きしめて仲直りをしたいなら、ではいきます。シングル曲最終問題です。ドドン、枝にいくつかの硬いつぼみ、
桜前線まだ来ないのに、私たちの春は暦通り希望の道に、お早っ早っ早くないですか？なんでわかるの？検索してるみんな、すごっ。 A メロ選手権大得意じゃん。私苦手だったんだけど。正解はソーロングでした。ソーロン、ソーロングはね、あの AKB さんがドコモの CM やってるぐらいの時期の曲です。私が高校1年生ぐらいの頃の曲ですね。深夜にあの AKB さんのドラマとかが、桜の木になろうとかそういうのがあったりして、だからそういう時代の頃とかぐらいのやつかな。ね、私が初めて行った握手会はソーロングでした。ソーロングの全国握手会が初めての握手会で、初めて並んだレーンが柏木由紀さんと竹内美優さんの2人のレーンだったんですけど、竹内美優さんが初握手だった。楽しかったな。え、分かる、曲名難しい。ソーロングのセンター、まゆゆさん。まゆゆさん。そう、ゆきりんさん。言ってた。え、私でもね、全国握手会派だったから、九州で怖くなかったんですよ、全然。北九州とかまで行かないと。だから全握派だったからね、いろんな人と握手してた。あっちこっち行ってました。もうね、元を取ろうとしてました。長崎から福岡まで来た交通費の元を取ろうと、あちこちあちこち行って、本当にね、話しがいスタイルでした。めっちゃ並ぶよね、全国握手会って。ね、全握は行きやすい、初めての人が。こんばんは。STU もね、なんか個別だったらさ、行きたいなと思ってももう券取れないじゃないですか。まあ、研究生とかはね、当日変えたりするけど、あのお試しみたいな感じで全員と喋れるよみたいなのは今やってたけどさ、ね、なんかそういう気軽に来やすいイベントとかも増えていくといいね。コロナ禍が落ち着いたし。あるといいですね。全国握手会はライブがあるんですよ、始まる前に。ライブがあるんだね、握手会。いつから始まるんだい、一体次のシングルはいつ出るんだい。お試し楽しいよね。そう、自分がアイドルになって、あ、みんなあっちにも行ってるんだって、なんかショック受けることが増えたけど、でも自分のファン時代を思い返すと私もあちこち行ってたなと思って、まあそういうもんですよね。みんなお試しであっちこち行って最終的に戻ってくればいいと。あ、確かにライブ終わったら一回、そうなんだよ、なんか整理番号で呼び出しされるんよ。あのモニターのなんかチャイムの音みたいになって、何番までの人並んでくださいみたいなやつが出るんですよ。そのチャイムの音をね、どっかで聞いたの、東京に旅行行った時に聞いて、お母さんと「えっ、これ握手会の音やん」とか言ったの覚えてるけど、どんな音だっけ、全握のモニターの音って。なんかそういうのがね、もう思い出せなくなってしまった。遠い昔の記憶すぎて。
や、わかるね。初めて行くメンバーとか普段話せないこと話せるからいいけどさ、話す内容がないっていうのが難点だよね。あの善悪は自分の推し面以外のことさ、ペアの時とか難しい、むずむずです。こんばんは。次のシングルもまたこの前みたいにあるといいね。グループお話かあるといいですね。行きたいの私もね。静岡館様、静岡市はこちらでしょうか。そうです。ではもうそろそろ解散の時間かなと思っています。そろそろみんな就寝の時間に入りたいと思いますが、いかがでしょうか。こんばんは。そう、ネタ集めは私はググタスとか遡ったり、あとは755とか見てた。755終わるんだね、 AKB さんね。755パセは寝れます。もう今日はヘトヘト寝れちゃう。でも荷造りしてないから寝れない、寝れません。明日はサイドポニーとかどうですか。明日はシャチホコにしようかな。シャチホコでも乗っけようかなと思ってたけど、なんだそれ、どうしたらいいんだ。無理か、サイドポニー。この前千穂さんがしとった、この前しようかなと思った。何しよう明日。統一券のお知らせが出た。なんだと、どうしてだ。平日だからか、みんなスタンディングだからか。もしかしてあんなにみんな当たらなかったと言っていたのはどういうことだ。どうしてだ。荷造りせんといけん、荷造り頑張ります。スタンディング、みんなちゃんとストレッチしてから来てね。屈伸、伸脚、深く。みんな気をつけてきてください。明日、明後日あります。え、この前飛んでる人いたの、びっくりしちゃった。めちゃめちゃジャンプしてる方。笑ってしまった。100回目の訪問達成。遅い、音符、音符かわいい。遅いことはない。私だって4年間なっちゃんと同じ同期として活動してるけど、今朝やっと100回目の訪問だった。やっとっていうか、たまたま入ったら100回目だった。大丈夫、遅いことはない。こんばんは。お教えいただいていきます。どうぞ。あげちゃう。そうか、3期生もね、イベント、3期生イベント初かね。レッスンもあって大変だと思うけどもね。3期も、3期生は9月3日田中美穂の誕生日、ドラえもんの誕生日の日にツアー最終日で広島であります。県民文化センターです。ぜひ皆さん日曜日、研究生いた、肘打った、ぜひぜひです。今日顔面にさ血色ないと思ったら、リップも何も塗ってなかった、びっくりしちゃった。9月3日。バライオンさん、アイスありがとう。10個。ああ、なんか落ちた。ありがとう。パセとお話し会したいですね。今お話し会ないもんね。
私もみんなとツアーの感想とかさ、みんなの最近の話とか聞きたいのに、みんなが夏バテしてないかチェックしたいのに、喋る機会がショールームだ。だからみんな会いに来て、ショールームにコメントたくさんしてね、これからも。そう、眠いの。今日早起きだったけんね。朝から比べると眉毛伸びたね。そうそうなの、眉毛さ違うのよ。聞いてよ、あのね、あれなの、今スーパーに行ってさ、汗だくって言ったじゃん、前髪ほら。だから眉毛が消えちゃって、眉毛がさ汗で落ちちゃったから、配信始まる前にちょっと描き足したんですよ、ピンクで。したらなんかちょっと長くなっちゃった、ビヨーンってビヨンビヨンなっちゃいました。お話し会したいよね。ツアーを見送りないけんさ、感想聞ければがメールの返信のポスト旧ツイッター、旧ツイートとショールームのコメントしかなくて、みんな、あとファンレターもありがとうございます。じっくり読ませていただいております。ありがとうございます。プレゼントもありがとうございます。使わせていただきます。メンバーに渡してくださいのものもちゃんとしっかり把握させてもらっております。ありがとうございます。ファンクラブね、ファンクラブね。あ、確かに自己紹介そうだね。キャッチフレーズみんな言えないわ、ほんとじゃん。じゃあ今やっとこう。お先に失礼します。みんな誰帽子とっと、うんうん、うん、なんて、うん、あやぱん、さあやん、あいこじ、カセリー、ありがとうございます。食わず嫌いはいけません。 STU48 に彩り添えるパセリこと尾崎セリカです。よろしくお願いします。パーパーパシカパセリーパセリー。あのさ、キャッチフレーズ変えたいって言っても4年経ちそう。キャッチフレーズを変えたいなと思い始めて4年経ちそう。キャッチフレーズができてからも4年経つけど、キャッチフレーズ変えたいなと思い始めてからも4年が経ちそう。変えたいよ。可愛いキャッチフレーズが欲しいよ。ミルクとミユキを混ぜるだけ、あっという間にミルキーみたいな可愛いキャッチフレーズ欲しいってずっと言ってるんですよね。ずっとずっと何年間も。なのにもらえば、そんなもらうシステムある？卒業したらもらえるの？じゃあ卒業したメンバーの全部もらうか。今日のあなたの運勢は大吉、小吉、それとも化石吉？美しい方立てるのはいっぱい混ぜたらいいの？混ぜ混ぜする。パセリおいで、パセパセね。長くなりそう。卒業メンバーが増えていくたびに増えていくの。だから冬頃には右から読んでも左から読んでもとか言ってるかもしれません。 SERIKA って言ってるかも。右から読んでも左から読んでもではない。だって反対から読んだら AKIRES。 こんばんは。なんか前髪が飛び出てきた。
へえ。なんか可愛いの。アイスチャージ完了。まあ、緑なパセリにストライク。むずいね、キャッチフレーズって。お分かりかもらう出発進行の方じゃなくて過去の方もらっちゃう。ゆきりかな。ね、可愛いやつなんかあったら誰か作ってください。パセリキャッチフレーズ作家になってください。よろしくお願いします。よろしく。もう終わるって言ってから15分経ちそうだから終わる。もうまぶたが閉じそうだから終わっちゃおう。終わっちゃうよね。メンバーに募集したい。メンバーにさアンケート出してさ、パセリのキャッチフレーズを考えてくださいっていう。今度のマイカーの MC で考えて。いやダメです、マイカーでやったら終わる。チャートリで考えてもらおうかな。チャートリの MC のネタがちょっと困ったらぜひパセリのキャッチフレーズを作ってください。マイカーでやったらきっともう気に入らなさすぎるキャッチフレーズになると思う。しかも気に入らなくてもいいじゃんいいじゃんっていうノリに押し切られて、あじゃあそうしますみたいな感じで勝手に決まりそうだから、チャートリ希望で。あいいですねとか言って、私も気使って言えなくなってさ、次からそうしますねとか。みんなも考えといて、考えといてください。いやほんと沖さんとかね、どういうの考えるかちょっと怖いし、変なの作ってきそう。リネタ、あ待って、そうじゃん、チャートにリネタンやるから危険かもしれない。リネが考えたらなんかすごいおもろくなりそう、楽しそう。え今度聞いてみるね、リネタンなんかいいのあるって。6周年本、私6周年本ゲットしたんですよ。もう一足お先にもう見ちゃいました。あのページ見てほしいなってのがあって、6周年ブック皆さんぜひチェックしてください。8月の 28日かな、とかに発売って。ランクインメンバーね、誰がランクインしてるかお楽しみにですよ。ちょっとね、あの毎年 STU の周年ブックがね、4周年5周年6周年出てるんですけど、最後のページにあの卒業文集みたいな感じでランキングがあるんよ。〇〇なメンバーはみたいなのがあるんだけど、なんかね自分がいないとやっぱり寂しくなるなと思ったり、あこのメンバーはたくさん入ってるなと思ったり、あやっぱこの項目はこのメンバーだよなとか、うん、多分満場一致なんでしょうね、メンバーの想像する人物が。だからお楽しみにしといてください。そして私のファンの方はある曲のあるページを見てほしいです。曲ごとにページがあるとこがあるんですけど、ある曲のページがちょっとパセリいっぱい写ってたのでぜひチェックしてください。アイス食べたくなってきた？お食べ？アイス。パセリ今日3個食べた。今日はジャントコーン黄色、チョコモナカジャンボ、ジャントコーン赤です。なので食べても大丈夫、1個ぐらいならパセリは3個食べてるから。それじゃあ終わりますね。皆さん24時まではいろんなメンバーが配信してますので、よかったら星投げ、星投げは無料で
星をゲットして無料で投げられるので、ぜひ投げてみてください。でなんかギフトとか投げるときは10個連続で投げるとポイントが2倍とかなんかそういうのがあるらしくて、無料ギフトは何倍、有料ギフトは何倍みたいなのがあるらしくて、3倍か2倍だかあるらしくてね、私ショールームイベントしたことないから初めて知ったんですけど、そういうのがあるんだって。だからでも有料はちょっとって方はもう星とかカウント50カウントとかでぜひ、あ 1.2 倍、そうなんかあるらしいので、私はちょっとショールームイベントをしたことがなくてわからないので、みんながもし気になる応援したい子がいたらその子に聞いて教えてもらってください、ね、いろんな子がね毎日朝から夜まで頑張ってて、いろいろ企画とか考えてるから、よかったらご覧ください。ありがとう、今日も見てくれてありがとうございます。それでは壇上読みます、読みたいと思います。13位ハマコンさん、12位ガトーショコラさん、11位ジロくん、10位ミゲタピポさん、9位ジンライさん、8位カメさん、7位シュンさん、6位ジュノラゴさん、5位いっちゃん、4位カズノシンさん、3位ワライオンさん、2位ワウワウさん、1位ゆうたくん、ありがとうございます。ありがとう、今日は朝昼晩配信ありがとうございました。それでは明日は名古屋公演なので頑張りたいと思います。おやすみなさい、見てくれてありがとうございました。また明日。壇上変わった？本当だ。いきます。13位ガトーショコラさん、12位ジロくん、11位ミギタピポさん、10位ジンライさん、9位カメさん、8位フクちゃん、6位間違った7位シュンさん、6位ジュノラゴさん、5位いっちゃん、4位カズノシンさん、3位ワライオンさん、2位ワウワウさん、1位ユータくん、ありがとうございます。ありがとう、見てくれて。じゃあまた明日。もう扇風機に吹かれてボサボサですいません。また明日、バイバーイ。バイバーイ。